はい、それじゃあね、このカリキュラムは高卒認定試験生物1で平成〇〇年度第何回ってね、まあこれはね、それぞれ、このカリキュラムのところね、今この動画の真上あたりにね表示されてたカリキュラムのタイトルが入りますね。このまま23年だったりね、まあ、24年だったり、まあいろいろしますんでね、まあこの今回ね、このイントロダクション、僕はね、この高卒認定試験のこの生物1のやつのね、過去問を解説するやつで全部ね、同じイントロダクションを使っていきますからね。なので、まあ今回はね、まあこんな風にね、穴抜きにしておりますね。はい、でじゃあ行きましょうか。イントロダクションですね。イントロダクション、まあまずね、内容ですね。内容、このカリキュラムどんなことするんかなーって言ったらね、ここに書いてある通りね、高卒認定のね、生物1とね、生物1ね、高卒認定の生物1の過去問ねの生物基礎とのね、重複範囲の問題ね、まあ生物1とね、生物基礎重なってる範囲があるわけですよね。重複してね、まあ、この範囲をね、まあ、両方ともね、生物1の時も、生物基礎の時もね、まあ、これやっといてほしいなっていうことだったわけですね。まあ、それをね、やっといてほしいなってね、まあ、文科省とかが思ったね、問題がね、まあ、要は重なってるわけですよ。範囲的にね。で、その問題を解説していきます。で、対象は、まあね、高卒認定試験のね、受験者。ね、まあ、特にね、言うならばね、まあ、生物基礎を受ける人ですね。はい。にはね、まあ、受けてほしいかなというような感じですね。で、授業の流れ。授業の流れはね、この授業のね、このイントロダクションの下のところにね、授業資料のプリントがあるんですよ。授業資料のね、プリントがあって。で、そこにね、まあそれぞれ、まあ例えばね、ここ平成24年度、まあ第1回だとしましょう。ね。そしたら、その問題の中からね、ね、ここに書いてある生物基礎とのね、重複範囲の問題はね、まあぴょこぴょこぴょこって選んでね、まあもうそのテキストに貼ってありますからね。で、それを、まず解いてもらって。で、その後に解説を聞くという流れですね。はい。で、この授業のところに、まあそのね、資料をつけてるんですけど、もう一個ね、その次の授業ね、これのイントロダクションの次の授業のところね、まあ本格的にね、授業始まっていくところの資料のところに、実際に、まあ高卒認定試験のね、まあ1回分ね、例えば平成24年度第1回とかね、まあそういうやつの1回分のね、問題をその資料としてね、添付してます。ね。まあ、そっちを見ながらやってもいいんですけど、ね、そっち見ながらね、この問題を生物基礎の範囲かな、範囲じゃないかなってやるのめんどくさいんじゃない。ね。なので、このね、イントロダクションのところに、ちゃんとね、その生物基礎と重なってるところを選んだね、問題、重なってるね、まあ、生物1と生物基礎で重なってる範囲のね、問題を選んだね、テキストを作っておきましたから、それをね、まあ、解いてもらったらいいかな、というような感じですね。はい。で、まあ、後でね、開いてもらったらいいんですけどね、その資料を開いてもらったらいいんですけど、まあこんな風にね、よいしょ、こんな風になるわけですよ。ね、小冊子のね、印刷をすればこんな感じになるんですけど、ね、こんな風になって、で、こっちからね、基本ね、左側のページにね、まあ問題がこう書いてあるんですよ。で、右側のページは、まあ空白のことが多いですね。まあちょっと場合によってはね、ここに選択肢だけ被ったりしてることもあるんですけど、ね、まあ基本空白です。なので、このね、右側の空白のところにね、自分でね、こっちの授業を僕していくときに、いろいろ喋ったりとかね、いろいろ変えたりします。ね。その必要なものをね、まあ、ここにね、このちょろちょろちょろ、ちょろちょろちょろ、ちょろちょろちょろって書いてもらったらいいかな、というような感じですね。はい。そういうふうにね、このテキストを使ってもらったらいいかな、という感じです。はい。で、まあ、生物、このね、高卒認定試験を受ける人、まあ、基本ね、過去問ちゃんと見てるかなと思うんですけど、ね。まあ、文部科学省ね、のホームページ見たら、ね。まあ、5年分で、1回、1年あたりね、まあ、2回ありますから、全部でね、10回分あるわけですよ。全部で10回分。ね。で、その10回分のね、問題、とりあえず、僕1回目通しましたから、ね。その問題ね、1回問題目通して、まあ、どんな感じのレベルかな、とか、ね。まあ、どんな傾向かな、っていうのをね、まあ、大雑把に。まとめてますから、これね、さっき言ったね、資料のところ、今回の授業についてるところね、資料のところの最初のところにね、まあ、はじめにっていうところ、まあ、今回のね、イントロダクションの話の内容が、まあ、ほとんど書いてあるわけですけど、それと、あとプラスアルファはね、その後ろのところにね、出題傾向っていうのがあって、あ、傾向分析か。傾向分析。セクション1ってなってますけど、セクション1、傾向分析って書いてますけど、ね。その傾向分析のところにね、まあ、難易度だったりとかね、まあ、どんな風に勉強したらいいかなとか、いうようなね、まあ、ちょっとアドバイスみたいなものをね、まあ、書いてますんでね、まあ、見てみてください。はい。で、最後に、言っておかないといけないのは、ね、この高卒認定のね、この試験のね、生物1の問題を使って、もうこの生物基礎と重複した範囲の問題解説をするわけじゃないですか、このカリキュラムってね。そしたら、これって、
生物1と重なってない部分ね、生物1と生物基礎ね、この生物基礎のところにもあるけど、生物1にはないような範囲のところね、じゃあどこで解説すんやね、そんな解説してくれへんのかね、そんなね、ことないですよね、ちゃんと解説しますよね。その非重複範囲ね、非重複範囲についてはね、非重複、重複、重複範囲、範囲に関してはね、こいつはね、高卒認定試験、認定試験、認定試験いやね、ちょっとね、カリキュラムをね、カリキュラムのタイトルをね、統一できる限りしてくださいよっていうふうにね、学び全のね、上の方々からかね、方々からね、ちょっとお達しがあったのでね、ちゃんとね、こう名前をね、変えたんですね。一回僕がね、想定していた名前のカリキュラムから変えたんでね、ちょっと名前をね、ちゃんとしっかり覚えれたいので、まあ、この辺をね、チラチラ見ながら、ね、うまいことをこう思い出しながら書いてるんですけど、高卒認定試験生物基礎、進出範囲のまとめか。出範囲のまとめのまとめっていうね、カリキュラム用意してますんで、ね、こっち側でね、まあ、生物基礎で新しく出てきた内容をね、中心に押さえてもらっていいかなと思います。はい、ちょっとね、まあ、この生物基礎のところにね、範囲では、まあ、ちょっとね、免疫のところがね、若干弱かったなとね、あまりね、触れられてないなとか、ね、であと、何ですか、セントラルドグマ、ね、の話とか、ね、で、あと、群衆のところですか、バイオームのところら辺をね、まあ、中心に扱っています、こっちでね。はい、まあね、免疫のところはね、生物1のところでも出てたんですけど、ちょっと浅いかなと、ね、なんか、問題ね、この解説するにあたって、その扱われてる問題がね、ちょっと浅いような気がしたので、ね、もうちょっと深くね、掘り下げてお話していくためにね、まあこっちから、ちょっと進出範囲って言ったらね、ちょっと大げさですけどね、免疫のところもちょっと含んでお話していこうと思っています。こっちでね、このカリキュラムね。はい、こっち僕担当ですからね。だから他にもね、この高卒認定のやつね、カリンさんが担当してくれてますね。なので、まあそれね、カリンさんとね、僕とね、まあできる、ちょっとね、まあ、こう仕事をね、分担しながら、まあ、順番に解説していこうかなっていう感じですね。はい。それではね、まあ、これでイントロダクション終わりにして、まあ、イントロダクションでね、内容で、ね、まあ、内容、なんか、あいつ、ここの部分何言ってるかどうかわからんかったなとか思ったらね、まあ、テキストのところの初めにのところ読んだらね、ちゃんと内容書いてあるし、ね。で、出題傾向分析のところね、読めば、まあ、ある程度ね、まあ、どんな傾向だったのかなっていうことはね、まあ、皆さんね、しっかり理解できるかなと思いますんでね、まあ、じっくりっていうかね、まあ、さらっとでいいですから、まあ、読んでみてください。はい。それではね、しっかりと、まあ、授業先ね、授業の流れで言った予習をして、で、まあ、授業に臨んでください。ね、右側のね、空白、まあ、問題解くときにね、ちょっと空白必要だなと思ったら書いてもいいですからね。そういうね、まあ、自由なスペースです。ね、まあ、右はね、授業のメモと、あとね、自分のメモと、ね、まあ、そういうような感じで使ってください。はい。それではね、これで、イントロダクション終わりにして、実際にね、次の動画から、まあこれね、例えば24年第1回だったりとか、23年第1回だったり、24年第2回だったり、いろいろするわけですけどね、それぞれね、まあ問題解説していきますから、ね、頑張ってついてきてください。はい。それではね、これでイントロダクション終わりますので、次の動画へどうぞ。